てーででってってでてーででこんにちは、いきおのガングレビューです。さあ4月はこのチャンネル積みプラ強化月間ということで、去年から腰痛で休んでた間に出たプラモはどんどん組んでいきたいと思ってます。で今回はこちら、魔導キンググランゾートのモデロイドアクアビート、はい、今回はこちらを組んでいきます。同シリーズのグランゾートとウィンザードも動画上げておりますので、よかったらそちらの方も合わせてご覧ください。さあではまずパッケージから見ていきましょう。正面にはかっこいいアクアビートのイラストが描かれております。いや、このイラスト見るだけでね、もうほんとテンション上がるんだよな。当時品をオマージュされた絵になっております。そしてサイドは線画と魔法陣、反対側も一緒ですね。はい、そして前面、そこは上半身のアップ、そして裏面、光出よ何時アクアビート、はい、アクアビートのフェイスモードの CG が載っております。まあ、個人的な感想なんですけど、3体の魔導神の中では一番力強さを感じるフェイスになってるかなと思います。グランゾートはあのヒゲ面のせいで威厳を感じますし、ウィンザートはエレガンスさを感じるんですけどね、アクアビートはね、昔からこの黄色の部分ですね、ひさしの部分、これがね眉毛に見えててね、どうも力強く見えるんですよ。はい、そしてその下にはアクションポーズなどが載っております。水の神が持つ森、ウェーブカイザーは左右に分割し両手に装備することも可能。ウェーブカイザー、これはシールかな、そう、どうなんでしょうね、ちょっと組んでみないと分かんないですね。はい、そしてこちら、専用の魔法陣型スタンドが付属、バトルモードとフェイスモードの両形態でのディスプレイが可能。これは他の2体と同じですね、おなじみ魔法陣型のクリアパーツスタンドになっております。そしてアクアビートと相性抜群のモデロイドウェーブエフェクト、こちらも一緒に組んでいきます。おお、どことなくねアクアビートの模様と似てますね。はい、ウェーブエフェクト全体はこんな感じになっております。では早速開封して組み立てていきましょう。はい、内容物一覧です。まずはランナー A、B、C、D、E、F、G、H、I、塗装箇所はウェーブカイザーの絵の部分、ここシールかなって言ってたんですけどね、塗装ですね、嬉しい。そしてフェイスとマスクの目の部分と額の緑、そして C ランナー、 E ランナー、 F ランナーが2枚入っております。ランナー J、K、L、M、N とシール、 M と N はクリアパーツですね。そして説明書、まず開くと完成見本と部品一覧、そして腕からかな、いや頭からですね、頭から組み立て、ボディ、腕、足の順番で作っていきます。そしてこちらは変形の説明書、持ってと裏。ウェーブエフェクトはそれぞれ A パーツと B パーツが3つずつ入っております。はい、それではアクアビート完成しましたので、ぐるっと一周見ていきましょう。モデロイドアクアビートの全体はこのようになっております。では足回りから近くで見ていきましょう。足の裏は他の2体と同じように隠しジョイントが入っております。はい、そして足回り、はい、もうこうやって見てみても分かるようにね、これめちゃくちゃでかいぞ、かっこよすぎるんだけど、うん、3体組んでみた感じね、アクアビート一番できんじゃないかな。とにかくかっこよすぎる。はい、で色分けももう 100% ですね、パーフェクトですね。うん、
寸分たがわぬアニメのアクアビートがそのまま飛び出したかのような、そんな感じになってますね。で、すごいのがね、シールがこの内側の銀のホイールシール1枚のみですね。それ以外はシールなし。すべてプラによる色分け。はい。で、塗装部分は目の部分ですね。ボディとマスクの目の部分。そこ以外は、あとはね、全部プラによる色分けなんですよね。このレリーフの水玉模様の部分も全部プラによる色分けになっているので、立体的になっていていいですよね。で、他の2体もね、肩の部分は立体的に色分けされていたんですけど、はい。冠っていうかね、マスクの上の部分ですね。ここもプラによる色分けなんですよね。これが素晴らしい。はい、後ろから見てもね、これもプラによる色分けなんですよ。シールでもない、塗装でもない。すごいですよね。うん。一体化してるもんね。うん、段差をあまり感じないもんな、触っても。いや、これはかっこいいぞ。では可動範囲を見ていきましょう。頭部はボールジョイント接続で自由に動かすことができます。そして顎も引けるのでウィンザートよりも可動範囲は広いですね。そして胸のエンブレム、肩の阻害をしないために内側へ畳むことができます。これは変形関節ですね。そして肩の付け根はボールジョイントで自由に動きます。一回転も可能。そして肩アーマーは独立してこのように動きます。横方向へのスイング、そしてロール軸、さらに肘はこれぐらいですね。ガワラ曲げはできないので、こんな感じになってますね。そして拳もボールジョイント接続で自由に動きます。さあ、そしてフロントアーマーはこれはもう動くという範囲に入らないかな。はい。そしてサイドアーマーはこのように角度付けと回転軸が入っております。そして腰ブロック自体はボールジョイントになってましてね、このように動きます。さらに股関節もボールジョイントですね。前、そして後ろ、開脚はこれぐらいかな。サイドアーマーをどかしたらもうちょっといくかな。はい、最大でこれぐらいですね。そしてロール軸はこの黒い部分ですね。ここにロールがあります。そして膝、二重関節でこれぐらい。足首はまずはボールジョイントですね。ここボールジョイントで自由に動きます。その下に接地角があります。こんな感じかな、左右で。そして、ボールジョイントなので回転もできますし、上下。で、つま先は変形の恩恵。そして、魔法陣型の台座。アクアビートは召喚時の演出が一番派手だった覚えがあるのでね。はい。ウェーブエフェクトとの相性抜群でしょう。おー、今にもアクアビートが出てきそう。オプションパーツ類は交換用手首一式とウェーブカイザー、そしてウェーブカイザーの持ち手部分の長いバージョンと分離した時バージョン。手首パーツはグランゾートやウィンザートと同じものが付いております。そしてウェーブカイザー単体の状態から、ちょっとウェーブカイザーは合体状態から分離して、そして持ち手の長い部分への換装が可能。だいぶ長くなりますね。さらに分離形態ですね。分離形態はこちらを取り付けて、それぞれ独立した剣の状態になります。まあ、個人的には、この状態で合体できて、さらに分離して2本の剣っていう持ち手部分がね、あればよかったんですけど、まあそれは多分強度の関係かな。強度の関係でオミットされてるんだと思います。では早速、フェイスモードに変形させていきます。そして、戻し変形をした後にポーズ集をやります。はい。では、まずは、頭部の収納ですね。下に下ろして収納。そして、胸飾りを中央に寄せる。これは、肩との干渉避けのためですね。そして、前腕アーマーを下に下ろすのですが、そのまま引っ張るとね、腕抜ける場合があるので、拳を下から押さえながら、前腕アーマーを下に下ろします。はい。カチッと言いましたね。わずかな差なんですけど、これだけ折ります。で、中に拳を収納して、そして、腕を回転させるんですけど、こうですね、ぐるっと。この時肩のジョイントがねボールジョイントなのでね、位置があやふやだと思います。まあ僕は個人的には上かな、うん、下だとね位置的にちょっとかっこ悪い気がするんで上にします。この辺は個人でご自由にどうぞ。そして腕を真上に向けて、そして肩のアーマーの中から黒い部品を取り出します。で、肩アーマーだけを上に向けます。黒い部品は下の方向に残したままにします。はい、これで片腕変形完了ですね。反対側も同様に
拳の持って下に下ろす。そして拳を収納して肩をくるっと回転で、肩のボールジョイントで位置合わせをして腕を上に、黒いパーツを出して、そして肩アーマーだけ上にします。はい、そしたら胸部分を上に引っ張って目を出します。ここね、ロックがないんだよな。だから触ってるうちにもしかしたらね、こんな感じで下に降りるかもしれない。はい、さあそしたら胸のエンブレムを元に戻す。左右に開く。そしたら口を出す。口を出したら足をまっすぐにして、特にね、足首の部分、ここボールジョイントと左右のスイング軸があるので、両方ともね、まっすぐにしておきましょう。そしたら足の裏から位置固定ジョイントですね、取り出します。はい、反対側も取り出す。そしてそのまま足をぐーっと曲げて、背中の穴にジョイントを接続。これがね、素直に場所が決まる感じ、うん、位置合わせするのが楽。ここね、ウィンザートと比べても全然違いますね、うん、ウィンザートはちょっと位置合わせしづらかったし、でロック自体もね、緩かったんですけど、これはバッチシですね。がっちり固定されます。そしたらつま先を上に向けて、そしてサイドアーマーを下に下ろします。ちょっとやっぱり目下がってるかな。はい、これで変形完了です。でー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 。はい、ではアクアビートのフェイスモードぐるっと一周見ていきましょう。全体はこんな感じです。ぐるっと、はい、フェイスモードもこれめちゃくちゃかっこいいですね。そして台座との相性もバッチリですね。このまま飾ってても本当召喚の瞬間がそのまま切り取られたような感じになっております。そしてアクアビートといえばね、水しぶきを上げながら召喚されるので、やっぱりこれですよね。うおー、めっちゃ似合うじゃん。3体のマドーキングの中で一番エフェクトパーツ似合うんじゃない。はい、では戻し変形をしていきましょう。まずは背中のロックジョイントを外します。そしてそのまま足を下へ持ってくる。サイドアーマーを下に向けて、つま先を前、そしてロックジョイントは収納。はい、そして胸のエンブレムを一旦畳みます。そして目を隠す。で、腕を下に向けます。こうですね。そして肩アーマーを上に、さらに拳を出す。まず上にスライドさせてからですね。で、拳を出す。反対側も同様に回転させて肩アーマーを戻す。前腕、拳、はい、そしたら口を隠して胸のパーツを左右に開いて顔を出して、はい、これで完成ですね。ポーズをつけるとこんな感じです。
大きさはエントリーグレード144分の1、ガンダムやペットボトルと比べるとこれぐらいです。モデロイドのグランゾート、ウィンザートと一緒に並べるとこんな感じになります。はい、というわけで今回の動画は魔導キング、グランゾート、モデロイド、アクアビートのレビューでしたが、いかがだったでしょうか。いや、アクアビートかっこよすぎますね。グランゾート系モデロイド3体作ったわけですが、アクアビートが一番カッチリしてるかな。とにかくアクションもよく決まる上に、フェイスモードに変形した時にね、手足の位置が、あ、ここだなっていうのがすぐ決まってくれます。もうそれが決まるだけでもね、変形してる時の楽しさっていうのがね、やっぱりちょっと違いますね。ちなみに一番変形させづらいのは足の位置がいまいちしっくりこないウィンザートかな。グランゾートは足の位置はちゃんと決まるんですけど、手の位置がね、なんかいまいちしっくりこない時があるんだよな。その点アクアビートはね、変形させてると手も足も、あ、ここだなっていうのがね、きっちりわかりますね。まあ、そんな感じでほぼほぼ満点に近いアクアビートなんですけど、不満点がないかと言われればね、あるないこともないです。フェイスモードで触ってる時にね、やっぱ自然に日差しが降りてきて目が半分隠れてるような状態になることがあるんだよね。その点はね、ロック機構が欲しかったっていうのがね、あります。内部構造を見てみるとね、日差しの上下のレールの上にくぼみがあるんだよな。だからね、ロックを作ろうとしとった形跡はあるんですけど、レールの外側にそのロック用のくぼみがないからね、ロックがかかってないんだよな。まあ大した工作じゃないのでね、自分で作るって言うてもありですね。僕はこの後ブラシでロック機構で作ろうと思っております。あとは本体色がね、ちょっと水色に寄りすぎかなと見た目で思いますね。このエフェクトパーツの青色だったらね、良かったんじゃないかなと思います。気になる点はその2点ぐらいですね。あとはね、ほんと触りやすくて傑作キットだと思います。いや、これは嫌がおうでもグランゾートシリーズ期待が高まりますね。スーパーも予約しといてよかった。はい、というわけで今回の動画はそんなとこですね。これ以外にもプラモデル、おもちゃ、フィギュア、いろいろ動画上げておりますので、よかったらそちらの方もね、合わせてご覧ください。では次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ゆきおでした。エフェクトパーツも使い道いいから、サンダーエフェクトも欲しいよな。